はい、本日も、MotoGP14 のキャリアモードハードレベルでの、レースをやってみようかなと思います。今回が第9戦の、ドイツなんですかね、ドイツのザクセンリンクというところでの、レースとなります。フリー走行予選等々全部晴れだったので、で本戦まで全部晴れなので、いい感じで走れるかなと思いますけど、やっぱりグリップの使い方ですね、ここが一番の問題ですね。タイムアタックは一発出しすればいいんですけど、どうしてもレースとなるとね、あの回る回数分タイヤどんどんへたっていくので、そこら辺でそろそろ、うまく使って1位ゴールを目指したいと思います。
was an excellent day for him. Beyond the prestige of winning on this track, today's victory also gets him 25 all-important points for the championship. はい、ということで、MotoGP14 のキャリアモードハード第、9戦目のザクセンリンクですけども、まあいろいろね、走り方はぐちゃぐちゃですけど、まあなんとか1位取れたかなという感じですね。いや、ようやく1位ですね。成績もすごい感じで、前回16位、最高が5位なんですかね、というボロボロな感じですけど、ようやく1位を取れたということで、まあちょっとだけ喜ばしいかなという感じですね。はい、ということで、PC ゲームの MotoGP14 キャリアモードハードを、第9戦ですね、ザクセンリンクを取ってみました。ありがとうございました。はい、本日、ご紹介させていただいた MotoGP14 の Steam での買い方を、撮ってみたいと思います。前に撮ったんですけども、なんか声の柄がめちゃくちゃ悪いんで撮り直そうということで、あとは音量のね問題もありますんで、一回撮り直しちゃおうかなということで、また再度撮ってこれを使いたいなと思います。はい、もう何回か見ている方はもうすでにお分かりかと思いますけども、 Steam 持っている方はもうここ見なくて大丈夫です。持っていない方、まあなんか風にも動画を見て Steam パソコンゲームで遊びたいなっていう方向けのご紹介になりますね。まずですね、 Steam というソフトウェアを、ウェブ上からインストールをするんですけども、お使いのブラウザーで、Steam と打っていただくとですね、まあいくつかというかいっぱい出てくると思うんですけど、一番上クリックしてもらうと多分この画面出てくると思うんですね。で、Steam をまだ入れてない方はこの右上に Steam インストールという緑のところがありますので、これをまずインストールしていただいて、アカウントを作って、で、なんて言うんでしょうね、ログインしてもらうというところから始めることになりますね。で、そこまでできたらですね、今度、右のなんて言うんでしょう、虫眼鏡マークみたいなところありますんで、ここにですね、MotoGP と打ち込みます。GP、はい。そうするとですね、13とか14とかいろいろ出てきますんで、14をちょっとクリックしていきましょう。はい。というと、次ですね、ここが、ちょっと待ってくださいね。はい。MotoGP14 の Steam 内の、なんて言うんでしょう、ページになりますね。で、なんて言うんでしょうね。この真ん中の動画、プロモーションムービーがあったり、画像があったり、こういうのがありますんで、面白そうだなっていう方は、こういうの見て判断していただくと。まあ動画見ちゃった方はね、こんなゲームですっていうの知ってると思いますんで、あまり見る必要性がないかなとは思いますね。で、買う場合はですね、MotoGP14 を購入する3480円カートにいるっていうのはありますんで、これクリックしてもらうと。で、MotoGP14 のシーズンパスっていうのありますけど、ラグナセカとあとなんかレッドブルかなんかのレースが入ってるぐらいなんで、欲しい方は買えばいいし、欲しくない人は買わなくていいかなと思いますね。あ、あった。このゲーム用のダウンロードコンテンツ、ラグナセカ、モト 2&モト 3、え？あ、これただか。レッドブルルーキーズカップ、あとは、なんだろうこれ、なんて読むんだろう。わかんないです。なんかの、なんか減ってるらしいです。あ、サーキット、サーキットなんだ。ということで、サーキットが398円の、計、まあ、1000円ぐらいなんですかね。1000円ぐらいのダウンロードコンテンツが今出てまして、あ、1090円出てましたね。で、シーズンパスが798円なんで、まあ、この時点でシーズンパスを買っても、お買い得はお買い得ですね。で、この後またダウンロードコンテンツが出れば、シーズンパスを持ってれば、全部、無料というか、シーズンパスを買ってるのは有料ですけども、この後いくらダウンロードコンテンツが出ようとすれば、どんどんダウンロードして遊べるよというものになりますね。で、もし出なければ、この1094円と798円の差額分ぐらいが、浮くよっていう形なので、やってみたい方は、まあ、
他社さんねえよっていうことであれば、欲しいものから順次買っていくのもありですし、別にこれぐらいだっていいやっていうことでシーズンパス一気に買っちゃうのもありかと思います。ちなみに寿司は、ね、どれも興味ないので、シーズンパスもダウンロードコンテンツも買ってないという形で、ね、それでも十分遊べます。はい、というところですかね。で、日本語は当たり前ですけどサポートされてないということなので、英語で頑張りましょうと。英語は、イギリス英語とアメリカ英語の2種類があります。若干その何て言うんでしょう、部品とかの言い回しがちょっと違うぐらいですけど、違うぐらいですね。あとはなんだろう、何て言うんだろう、コース紹介の時の声がちょっと違うぐらいで、特に何か劇的なあれが変わってるとかっていうのはありません。で、気になる方はですね、この下の方に参考になったカスタマーレビューっていうことで、外人さんとか、なんだろう日本人の方が買って、まあこんなゲームですよ、おすすめします、しませんっていうのがいろいろありますんで、それを参考にしてみて最終的に決断してもいいのかなと思いますね。で、あとは、今3480円なんですけども、これはちょっと高いなっていうことであれば、とりあえずウィッシュリストに入れて、セールになるのを待って、安くなったとこで買うっていうのもありですし、あとはこれずるいな、出てこないですね。ですね、MotoGP14 だけでですね、このコンパクトっていうのがあるんですけど、ですが、MotoGP14 自体は、Moto3、Moto2、MotoGP っていうふうに遊べるんですね。まあ他にもなんかいろいろシナリオかなんかいろいろありますけど、そこは興味ないんで飛ばしますが、まあそういうふうに3カテゴリー遊べるんですけど、確か、ちょっとこのコンパクトを買ってないのなんとも言えないんで間違ってるかもしれませんが、ですね、コンパクトは MotoGP だけ遊べる、つまり Moto3、Moto2 は遊べないということなので、そこに興味がなくてロッシだとかロレンソだとかマルケスで遊びてんだ、それだけでいいんだっていう方はコンパクトの方が1080円なんで安いです。 Moto3 とか Moto2 とかいろいろこの MotoGP の、カテゴリー全部遊びたいんだっていう方は、MotoGP14 を買われた方がいいかなという感じですね。これ前一緒に出てたんだけどな、今バラバラになってて紛らしいというか分かりづらいですね。なので MotoGP だけやりたい方はこちらを買ってみる。で、まあ変な話ですけど1080円なんで、1080円最高峰やれるんで、まずこっちを買ってみて面白かったら14買うっていうのもありですしね。いや、俺は MotoGP よりも Moto2、Moto3 の方が好きなんだっていう方は申し訳ないですけど、高い方を買っていただくというような2種類があります。で、一緒には表示されないので、MotoGP か MotoGP14 って言って、14番とコンパクトの表示をさせてどっち買おうか悩んだ方がいいのかもしれませんね。ということで、Steam で MotoGP14 を買うをご紹介させていただきました。ありがとうございました。